頼まれた片付けはこれでおしまいっと。朝から頑張りすぎたかな。貧血でめまいを起こしたみたいだ。キャー、そんなお屋敷の地下にこんな隠し部屋が。誰か助けてくださいまし。今のは琥珀さんの悲鳴。嫌な予感しかしないけど、見て見ぬふりはできないか。大丈夫ですか、琥珀さん。またよからぬ実験の…で…ここは一体…あ、看板がある。なになに？この屋敷はグレートキャッツビレッジが上級したシリーズも重ねたことです。かねてから一度はやりたかったボスラッシュモードを実装いたします。続きましては製作費として遠野家の隠し預金をいただきました。あとなんとなく地下中枢に銀河破壊爆弾とか仕掛けてみた。爆発まであと1時間です。メガネ様におかれましては年々薄くなっていく主人公としての存在意義をかけて止めてみるのも良いのではないでしょうか。にゃんこ。あれに心配される俺の立場って一体。いや今はそれどころじゃない。遠野家のピンチだ。俺が何とかしないと。四季くん、やはり我々の喉をコロコロする職場への思いは立ちがたかったと見える。さてナイフはどこにしまったかな。にゃー、またもなんか視界の隅でかわいそうな人がいるけど面倒だから TO するかというリアクション。割烹着や妹を踊らせるのは得意なんだけどね。言うの言うな、どうでもいいものはほんとどうでもいい人間性こそ私らの天敵と見た。のれんに腕押し、長いものには巻かれろ、斬鉄効かぬこんにゃくゼリー。例えるなら文庫本を読みながら片手間に愛病の喉をコロコロするような、まっすい。おお、あまりにも肉惜しい。盛り上がってるところ悪いけど、そろそろいいかな。要するに、猫が一人目のボスで OK？ うわぁ、訴訟を起こしますよ。私がボスだったら、キノピオ王国のクリボーでもボスだっての。24戦中24敗はなめんにゃ。そうだよな、ボスっていうよりボトムズだよな、お前。その通り。なので、ユーの相手をするのは歴代ボスの皆様です。だが、心せよメガネ。私は3戦目で、キング猫アルクとして登場する。それまで体力をニャンと残しておくといい。ラウンド1。ファイト。せっ、殺した。残念。せっ、残念。なかなか。残念。それでは無理だ。残念。結果オーライってことで。ムンビン。ラウンド2。ファイト。なかなか。それでは無理だ。油断したい。予想外。
それでは無理だ。戻りたまえ。なかなか。それでは無理だ。なんとかなった。ミンミン。まったく、いい加減にしてくれ。いくぞ。ラウンド1ファイト。ようこそ、猫のいない夢の国に。歓迎するわ、やる気のない主人公さん。レン、あれ、3人目ってあれじゃないのか？ああ、あれあれなら、騙された。私は騙された。何が、何が魅惑のボスモードにゃ。夢のある話は猫耳モードだけにしておけ。ご覧の通り、私が全滅させておいたわ。ここは最強を決める勝ち抜き戦ですもの。こんなブサイク猫に出番はないでしょ。じゃあ次の相手はレン。あ、そうか、さっきの二人は一作目のボスだから、この後は二作目のボスってこと。察しがいいのね。私も本気で遠慮なく踊らせていただきますわ。色物としてのキャラ立ちもこれで挽回よ。おめえを挽回。
すが猫王国期待のプリンセス。ますます完成していくにゃ。お黙りなさい。にゃー、次は茨城名物あんこう鍋とか用意してほしい。そこ呆れない、私だって本当は強いんだから。半端なアークドライブより強力な必殺技ワルツワーズワイトを見せてあげるわ。ラウンド1ファイト。やっ、そんなそんなキセッチだの、分身だの、ビームだの、メカと私以外はこやつらと飛び道具合戦するのは避けた方が無難だよ。よっ、ラウンド1ファイト。それでもしよう。勇敢に乱暴なの続けましょう。勇敢ね、行きます。
その結果、勝った！ダウンド、バンク、ファイト。雪設置だの分身だ。お手柔らかにね。け仕方ない。ダウンドバンク。ファイト。やれ